世界の軍事大国と自負する中国が初めて作ったのが空母サントンです。しかし、国威をかけたはずのこの空母には何やら不安因子があるようです。今回はこの3頭について見ていきましょう。アメリカが航空母艦セオドア・ルーズベルトを中核とする空母打撃群を南シナ海に展開したのは2021年4月のことでした。目的はこの海域を自国の領海だと主張する中国への牽制だったようです。アメリカの行動を見過ごすわけのない中国は、これまた航空母艦遼寧を中心にした艦隊を台湾沖での軍事演習に投入しました。それだけではなく、さらに中国は国産初の航空母艦3頭も南シナ海での軍事演習に参加させていますから、この海域に中国が非常に強気な姿勢を示している証拠として、日本をはじめとする周辺国が注視していたと言えましょう。ちなみに、山道も遼寧も中国の地方自治体の区分である省の名前です。山東省は北京や天津に近く、北海や黄海に面した場所です。遼寧省は中国東北部に位置し、第二次世界大戦中日本が建国した旧満州、現在の吉林省の隣にあります。さて、現在中国海軍の現役航空母艦は、遼寧と山東の2隻のみですが、対外的には中国海軍の力の象徴として、アメリカに引けを取らない空母打撃群保有を目指しているとされています。遼寧の前世を調べてみました。中国製ではなく、もともとは、1991年、平成3年の旧ソビエト崩壊後に、連邦の一つであったウクライナに、建造途中で放置されていた、アドミラル・クズネツォフ級航空母艦バリャーグでした。この古ぼけた艦艇を、中国はスクラップにするという目的で購入したのです。対外的な言い訳として、軍事目的ではなく、テーマパークなど、あくまでも商業利用という口実で、1998年、平成10年に購入したのですが、14年後の2012年、平成24年には、中国は航空母艦として就役させました。同時に、この艦艇は中国軍初の航空母艦になったというわけです。遼寧は、サイズ的には航空母艦としては、中型とみなされています。この船体には約60機の航空機が搭載可能と推測されます。排水量や全長などのデータを見る限り、搭載機数60というのは少ないとは言えませんが、その中の戦闘機は J15 が MAX 24機前後と言われていますから、航空戦力としての打撃力は広範囲とは言えないようですね。J15 戦闘機は、母艦と同じく、ウクライナを経由して購入したこれも、ロシアの SU-33 戦闘機の試作機を、航空母艦用に改良した戦闘機と見られています。この機体は、2013年、平成25年から活躍しているそうです。ただし一つ問題があるようです。遼寧は、船首部に、スキージャンプ式の発艦方式を採用しているのですが、J1 後の発艦に必要な燃料にも兵装にも厳しい制限があるので、攻撃力を考えると、やはり疑問が残るのです。では3頭です。この艦艇は、遼寧を完成させたノウハウとテクノロジーでもって、中国海軍が自力で完成させた国産第1号航空母艦なのですが、発艦方式には、やはりスキージャンプ式を採用しているので、遼寧を引き継いだと思われます。山道は、遼寧よりサイズが大きくなっているので、J15 戦闘機も、遼寧より 1.5 倍ほど、多く36機が搭載できるようです。
この3棟の大きさを考えると、アメリカの大型原子力航空母艦以外では世界最大クラスと言われ、就役した2019年12月以来、中国海軍の巨大さを世界に誇示する艦艇として、政治的にも最大限利用されているのです。中国では、3棟に続く航空母艦建造をすでにスタートしています。003型と呼ばれる新型航空母艦以降は、スキージャンプ式を廃止し、電磁式カタパルトを設置すると推測されています。それだけではなく、003型航空母艦の動力源には、アメリカと同じように、原子力推進方式が採用されるらしいと予測されています。しかも、003型の仕様を見ると、アメリカの大型原子力航空母艦に負けないだろうとも言われているのです。ただし、ここにも問題がありました。カタパルト射出に対応した艦載機、とりわけ戦闘機の開発です。それに手こずっていては、長年、運用実績と実戦経験を経てきたアメリカ海軍に即対抗できる戦力にはなり得ないでしょう。と言ってアメリカに負けることは絶対許さないのが中国。しかも、アメリカに次ぐ経済大国となったので、金もあり、金に物を言わせて、優秀な人材も集めることができます。軍事関係の研究には、潤沢な予算をつぎ込んだことでしょう。すでにカタパルト射出に対応できるステルス艦用の戦闘機開発も同時に行っていると思われますし、空軍の J20 戦闘機に続く海軍用のステルス戦闘機出現もそう遠いことではないと考えられます。2021年5月、アメリカ側の情報ですが、フィリピン沖海上で停止している遼寧の姿を目視するアメリカ海軍の駆逐艦マスティンの艦長の姿が、写真に収められています。この写真が、物議と憶測を生み出しているのです。というのも、1ヶ月前の2021年4月の衛星写真には、山岳基地、広東省から出港した3頭が、丸1日以上、同海域に停泊していた姿が写されていました。3頭、遼寧の2艦が、同時に、何かの理由で、行動を停止していたと思われます。こういった状況から導き出されたのが、遼寧や山東は、空母打撃群としての行動は、できないのではないか、もしくは、そういった行動が難しい状況にあるのではないかということです。特に、遼寧の写真を見ると、敵対視しているアメリカ海軍のアハレイバーク級ミサイル駆逐艦マスティンが、かなりの距離まで接近していることがわかりますね。艦長が、遼寧とツーショットに収まっているのですから。普通の状態なら、こういうシーンは、ありえないことです。敵視している国の戦艦が、ごく近くまで来るのを黙って見ているはずはありません。ですから、憶測を呼ぶことになったのです。アメリカの駆逐艦が接近しても、何も反応しなかった、できなかったということは、中国の護衛艦隊は、全く機能していなかったのではないかと揶揄される羽目になったのです。海外からのこのような批判、揶揄を受けた中国国防省の対応ですが、最初は、強気の声明を発表していました。しかし、失態をなかったことにはできないのでしょう。中国海軍の高官が拘束され、遼寧などの艦艇の能力について、責任追及が行われているとも漏れ聞こえてきますから、大事に発展する可能性も考えられますね。